そこまでうちの会社に熱望している論理性があまりちょっと感じないなと思ったんですよね、うん、本当に目標達成能力あるのかな、これ本当かなみたいな、入って満足しそうだなっていうふうには思った。どうも、シェンです。こんにちは。南さん、こんにちは。はい、こんにちは。ということでですね、今回は就活生面接企画なんですけども、今回の就活生は大阪の方から来ていただいたということで、南さんの、まあ、面接道場といいますか、辛口フィードバックを受けたいということなので、やっていこうと思ってます。はい。それでは今日もやっていく。じゃあ、どうぞ。失礼します。簡単に自己紹介お願いします。関西学院大学文学部総合心理科学科から参りました伊藤ういと申します。本日はよろしくお願いします。今就活始めてどれぐらいから始めて、今どんな状況かって聞いてもいいですか。はい、大学3年生6月ですね。6月から始めて、現在は本選考を受けながら、まあ、それでフィードバックいただいた分で自己分析をやり直したりとか、あとウェブテストの対策をしたりっていうような流れになってます。今どういう業界とかどういう企業行きたいとかってあるんですか。企業さんとかっていうよりはメガベンチャーだったりとかミドルベンチャー、まさにベンチャー気質の会社に行きたいなっていうふうに思ってます。今回の面接はメガベンチャーのベンチャー気質のある人事部長として南さんには面接していただけたらなと思います。はい、そうしました。はい、ということで心の準備は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。では架空の会社である福田インターネットの人事部採用責任者の南と申します。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では最初に1分間程度でいいのでご自身の自己紹介、学知会自己 PR などを教えてください。はい、かしこまりました。関西学院大学の3回生の伊藤ういと申します。私を表すワードは3つあると思ってて、1個目が僕ずっとドッジボールっていうのをやってたんですよ。だからドッジボール選手っていう風に自分で名乗ってます。2個目で言うと、ビリヤルって南さんご存知ですか。はい、知ってます。ビリヤルと同じような状況から大学に受かったので、まあ、岐阜県のビリヤルって僕勝手に名乗ってます。3つ目で言うと僕アルコールが一切飲めないんですけど、それでも呼ばれた宴会に全て参加していたのでノンアルコールの宴会隊長っていう風に自分で勝手に名乗ってます。本日はよろしくお願いします。じゃあ今、志望してる業界はどこがありますか。はい、広告と人材とか、それこそウェブメディアであったり、この3つになりますね。なるほど、わかりました。広告が一番に出てきたと思うんですけど、はい、日々広告よく見られてますか。よく見てるかどうかわかんないんですけど、まあ好きな方ではあると思います。ちなみに日々暮らしていて好きな広告や嫌いな広告ってあったりしますか。あ、結構あって、まず好き嫌いに分かれるその基準と、その好きの中でじゃあどういった広告が好きな感じかっていうのをお話しさせてもらっても大丈夫ですか。はい、お願いします。好き嫌いに分かれる広告としては、僕前提として広告って恋愛と一緒だと思ってるんですよね。まあ、どの顔が言ってんだって感じですけど、恋愛と一緒だと思ってて、まあ、恋愛っていうのは自己表現をして相手に好きになってもらう、これが僕広告と同じことだなって思ってます。それを踏まえて好きな広告っていうのはちゃんと相手のことを思いやった上で売ってる広告っていうのが僕好きです。はい、逆に嫌いな広告っていうのは自己主張ばっかりで自分のことしか考えてないっていう広告がちょっと嫌いです。具体的に相手のことを思いやってるなと思った広告は何ですか。好きな広告のまずその抽象的なお話でいくと、僕夢中になってる人が大好きで、その夢中になってる人を作るそのきっかけを提供するっていうような広告と、その夢中になってる人の背中を押しておげるような広告が大好きです。具体的な広告例でいうと、稲田塾さんっていう塾が出されていた広告なんですけど、受験を頑張った子供にとって受験が青春になるっていうようなコピーの広告があったんですね。これって今まだ夢中になってない、何か青春したい、頑張りたいって思ってる子たちにきっかけを作る広告であると思いますし、まあ、今めちゃめちゃ受験勉強を頑張ってる子たちにとって背中を押し上げるようないい広告になるなと思って、僕はこの広告が好きな広告の中の一つですね。ちなみに逆に自分があんまり良くないなと思った広告で、自分だったらこう変えるなっていう事例があったら教えてください。あんまり良くないなと思った広告は多分南さんもご存知だと思うんですけど、某カードマンの広告が僕あんまり好きじゃなくて、はい、まあ、嫌いな理由って本当に自分のいいところしか言ってないなと思ったんですよ。うんうん、で僕ならどう変えるかなと思うと、本当に学生の浅い知識でのお話なんですけど、じゃあポイントがよく貯まるっていうふうに伺ったんですよね、うん、あれのカードを使ってる人から。はい、じゃあポイントを貯める人ってどんな人かなっていうのを僕は今想像して、例えばなんか学生、同じ学生の立場で言うと、そのお金を減らして好きなこと、夢のためにお金を使いたいっていう学生を僕は設定して、じゃあその夢のためにお金を使いたい、じゃあポイントで節約しませんかっていう、そういう学生を想定した、まあ、ここのコピーとかまだ思いつかないんですけど、そういった学生を想定した、広告を出すと思ってます。なるほど。じゃあ次に広告業界として志望している理由を教えてください。それは僕の将来の夢が広告業界で叶えられるんではないかなと思ったからです。具体的には将来の夢が、僕先ほど夢中になってる人が大好きってお話しさせてもらったと思うんですけど、まあ、それに対するきっかけを作りたいだとか、
その背中を押し上げたいっていうのが将来の夢になります。それは広告代理店ので勤務しなくても叶えられますよね。まあ、確かにそれはそうなんですけど、でも広告代理店っていうのは結局クライアントワークになってくるので、それのきっかけの幅が一番多いなっていうふうに感じてます。きっかけの幅、例えばその事業会社、ゲーム事業だけをやられている会社とかだと、そのゲームの木、ゲームを好きになってもらう、ゲームに夢中になる可能性がある子たちのきっかけしか与えられないと思うんですよね。けど広告代理店とかだったら、例えばその鉄道オタクになりうる子たちに対して、その鉄道の、鉄道さんと一緒にアプローチをして、そういった子たちにきっかけを作ることもできるし、それこそゲーム会社ともできるし、他にもいろいろ多分考えたらあると思うんですけど、まあそうやって多くの人たち、より多くの人たちに幅広いきっかけを提供できるっていうので考えたときに、一番広告代理店が適切なんではないかなと私は思いました。いやでも実際担当になったらその一社担当になるので、広くとおっしゃってますけど、その一社担当になりますよ。うん。でもその自分が所属している、チームで、そういった仕事ができるなら私は満足ですし、チームでそういった、自分一人ではそういうことはできると思ってないので、まあその所属する集団で、まあ、そういった夢を叶えていきたいなっていうの思いはあります。わかりました。社員訪問ってうちの会社知ってますか？あ、10名から20名ほど。そんなに？15名ですね。15名させていただきました。でも普段お住まいは関西？あ、関西です。それは東京に来たんですか？東京にでお会いしたのが 4,5 人ほどで、オンラインでお会いさせていただいたのが10名ほどになります。それ社員はどうやって見つけたんですか？私の大学とか私の知り合いにいなかったので、はい、SNS でその御社の社名を検索して、それで引っかかった人に、自分は今こういった熱意を持ってこういったことに情熱を持ってます、もしよろしければお話を伺わせてくださいっていうようなメッセージを送らせていただいて、それで返信くださった社員さんと一緒にお話をさせていただいたっていうような感じになります。それ SNS って具体的に何ですか？ Twitter とあと Facebook のメッセージアーを使ってやり取りをしました。何人送って何人返ってきました？そうですね、結構多くて7割から8割ぐらいは返ってきましたね。その7割から8割の人が返信をしてくれた理由って何だと思います？そうですね、やっぱり御社がそういった熱意を持って仕事に取り組みたいだとか、その前のめりな姿勢の学生を、まあ、好きな雰囲気なんじゃないかなっていうふうに仮定してまして、で実際お話をさせていただいたところ、まあ、僕のこのドッジボールっていう話をすると、大体の方すごく嘲笑われるんですよ。ほう。けど御社の社員さんとかはもうみんなドッジボールそれ何みたいな、じゃあうまいの基準って何なのとか、ドッジボールにどんどん深掘りさせてくださって、僕が話を伺う立場なのにすごく楽しませてもらったんですよね。なるほど。やっぱそうやって自分個人個人を尊重して夢を応援する文化があるその御社っていうのに私は大変魅力を感じてます。なんか具体的に社員が言ってたことで印象に残ってることって何かあります？ある社員さんがおっしゃられたことなんですけど、はい、初期スペック、その最初の状態はどうでもいいから、見ずに覚悟を持って最後までやり遂げられるやつが欲しいっていうふうなことをおっしゃっていて、私はそれが一番印象に残っております。うちの会社以外にも複数見てますか？あ、そうですね。それは正直申し上げると見てますね。社員訪問、うちの会社はまあ10人から20人したって言ってたんですけど、他の会社ってどうですか？他の会社は、それこそメッセージ送っても全然返ってこなくて、まだ3、4人ぐらいしかできてないのが状況ですね。それ何人送って3、4人ですか？まあ、20人ほどは送りました。そこで諦めたんですか？そうですね、まあ、そうやって、まあ、帰ってこなかったっていう時点で少し自分の中でフィルターかけてしまってるなっていう部分はあって、そうやって帰ってきたそれこそ福田インターネットさんと、まあ、帰ってこなかったその B 社 C 社っていうふうに考えると、やっぱりその中で A 社に惹かれてしまうのは、まあ、なんか自分としてはなんか当然の流れなんじゃないかなとは思ってます。もしうちの会社落ちたらどうするんですか？そうですね、まあ、B 社 C 社の面接は受けに行くつもりですし、まあ、そちらで合格がいただけるなら行くつもりではいるんですけど、まあ、もちろん A 社が第一志望ですので、御社が第一志望ですので、御社から合格をもらったらその時点で就職活動は終わります。僕今話聞いてると、別にうちの会社じゃなくてもウイさんの目標とかを達成できると思うんですけど、そこまでうちの会社に熱望している論理性があまりちょっと感じないなと思ったんですよね。うん。落ちた時どうするのかなっていうのはすごく疑問に思いましたね。南さんもおっしゃられた通り、自分の夢が叶えれる環境っていうのは、まあ、正直言ったら他にも絶対あるとは思ってます。はい、やっぱその中で、やっぱ自分自身、自分の夢を笑わないでいけた御社が第一志望っていうのはあるので、自分の夢を叶えられるっていう観点で言ったら他にも企業は絶対あると思いますし、それこそ B 社、C 社、競合の B 社、C 社もそうだと思うので、まあ、そちらで、まずは頑張って目の前の仕事の成果を上げていこうとは現時点では思ってます。じゃ最後に、何か伝えたいことがあれば教えてください。はい、質問の話になるんですけど、もしこの面接を通過したら、そのもっと御社のことを知りたいと思ってるんで、その御社の社員さんとお話しさせていただくことってか大丈夫なんですか？通過してたら大丈夫ですね。かしこまりました。じゃあ通過してることちょっと祈っておきます。すいません、もう最後に大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
どうでしたか？生みなみさん結構怖かったですね。怖かった。怖かったですね。どこら辺が怖かったですか？今まで面接した企業さんの方が結構笑顔があったんですけど、みなみさん笑顔なかったんで、確かにね、もうどの話がなんかちゃんとみなみさんの心に届いてるのかなっていうのがちょっと分かんなかったですね。まあでもなんかガチな感じがすごくお互いして見応えがありました。幸せバンバンですね、本当に。いい経験になりましたね。いや、なりました本当に。東京まで来てよかったです。でも一つ伝えたいメッセージは、笑顔って逆に危険で、なぜか分かります理由。例えば、このペンのメーカーとか、お菓子のメーカーとか、飲み物のメーカーとか。あ、 2C のメーカーとかだと、不快な印象を与えないようにするから。なぜでしょう。今後もお客さんとしてその商品を買ってほしいからです。その通りです。正解です。本心が逆に分からないっていうのが。分からないというか、笑顔だとそれは落ちてます。逆に、詰めてる方が受かってます。宮部さん的に、今のウィ君の面接が合格か不合格か、札の方をお願いします。はい、発表します。×です。あ、その理由とフィードバックの方をお願いします。実際ご自身どうですか、手応え的には。まあ、正直、まあ、多分落ちたなっていうのは思ってましたね。レイヤーにもよると思うんですけど、1時なら多分通って2時3時なら落ちてるなっていうのは思います。それはなぜ1時だったら自分で言うのもあれなんですけど、ちゃんと喋れていった、笑顔で喋れていたっていうのはあると思うので、まあ、とりあえず通しておこうってなるんですけど、広告業界の志望理由でそこで詰められた時に、正直人以外の観点がまだないっていうところで、そこだったら2時3時の大会でうちじゃなくてもいいなっていうふうに切られるなと思いました。志望動機の部分の話からしていきます、はい、いい面と悪い面があります。いい面でいうと、社員訪問をしていて、で実際に社員の雰囲気とか否定せずに受け入れてくれる文化に魅力を感じたというのはすごくいいエピソード。それもバッチリ最高のエピソードです。例えば1回会った人に対してももう1回アプローチするみたいな感じでお願いをして、そこの深掘りはもっともっとした方がいい。でこれはめちゃめちゃいい面です。で悪い面でいうと、強みとかの部分でもあったんですけど、そのやっぱり目標、自分は目標達成できますって話があったじゃないですか、他社にも OB 訪問、社員訪問をするっていう目標において、20人多くて 3,4 人しか帰ってきませんでしたかっていうと、目標達成できてないんですよ。じゃあその20人中の 3,4 人しか帰ってこなかったっていう目標達成ができていない状態で、自分がじゃあどういうアプローチをするのか、例えばメッセージの内容を変えてみるとか、アプローチ方法をオンライン上じゃなくて人からの紹介にするとか、目標達成に向けた行動がなかったんですよね。あ、本当に目標達成なのかあるのかなっていうふうに思った。 あれ諦めてないっていうので、例えば業界の中でうちの会社とむちゃむちゃ競ってるような第2第3の企業に対しても10人訪問しました、さらには他の業界も全部で合わせると30人訪問しましたっていう状態で、全部その条件を同じにした上で副会インターネットを志望してますだったら、すごい説得力があるんですけど、その N 数が足りなすぎるんですよね。これからやるアプローチとしては、この会社を深掘るのはもちろんのこと、他の会社も数をもっと訪問しないと説得力がないんですね。それこそ恋愛と一緒ですけど、いろんな人を見た上で一番あなたのことが好きですっていう方が多分刺さると思うんですよね。ああ、確かにそうです。ちゃんと広い世界を知った上で、たくさん見た上で、自分の人生にとって自分が本当に幸せにしたい相手はあなたですっていうふうに言った方がグッとくると思うんですよね。でも2人3人としか見てなくて、でもあなたが一番好きって言われても本当かなみたいな確かにっていう風に今なっている状態なので、 N 数が足りません。自己紹介の部分なんですけど、全体的になんですけど、抽象と具体の割合でいうと抽象の割合の方が多かったんですよね。理想としては抽象3の具体7、3対7ぐらいなんですけど、これ今逆転しちゃってて、抽象7の具体3になっちゃってるんですよね。抽象的な話は忘れるんですよね、こっちは覚えられないんですよね。なんでいかに具体的なシーンを相手の脳みそにこう思い浮かばせるかっていうところなので、その具体が割合が少ない。なんで抽象的なことは一言言った上で、もっと具体を話すっていうふうに意識しないと、抽象を深掘りしようと思ったらまた出てきた答えが抽象だっていうことがあったんで、まあちょっと抽象的だなっていうふうに思いました。はい、全体的な印象はいかがでしたか？全体的に思ったことは、好きだ好きだ好きだっていう熱量はあっても、入って満足しそうだっていうふうには思った。なんで、今社員と10人から20人ぐらいあると思うので、他の人から入って満足しそうって言われちゃって悔しいので、厳しい目で僕のことをよかったら30分ご指導いただけませんかっていうふうに言って、社員にアプローチしてみるっていうところ。どうですか、フィードバックを受けて。めっちゃショックですね。その入ってから満足しそうっていうタイプって思われたのがやっぱショックなので、でもそれは多分伝え方の問題だと自分自身は思っているので、まあ、そこの伝え方をもう一回ブラッシュアップし直そうかなと思いました。まあでもしっかりしてますね、すごい。ああ、ありがとうございます。いっぱいいろんな人に会ってるんだろうなっていうのはすごい伝わるので、ね、そうね。ただ偏っちゃってるなっていうのはちょっと感じるかな。
もっといろんな、もっと広い他の会社も見た方がいいし、正直言うとその9月から OB 訪問と今までもしてたんですけど、結構がっつり始めて他の会社にまだ手が回ってないっていう状況なので、まあ今南さんのアドバイス通り、まあ、これからどんどん増やしていこうかなと思いました。どういう就職活動をするか普通に個人的に楽しみだなっていうふうに思います、ね、ということで南さんのフィードバックを受けてちょっと今後の就職活動に生かしていただけたらなと思います。別の企画で昨日一日密着企画もさせていただいたということなので、よかったら見てください。あと下の概要欄に南さんの SNS リンクも貼ってあるので、はい、よかったら覗いてみてください。はい、覗いてください。待ってます。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。